ボヘミア死重相談は、1891年に結成された、厳学死重相談。1918年よりチェコ死重相談に改名し、1934年に解散した。また、スク死重相談と呼ばれたこともあった。ブタペストにおいて、アントニン・ベネビッツの3人の門人と、ハヌシュ・ビハーンの門人によって結成された。ビハーン自身が、 ミュンヘン宮廷のルートビヒ二世専属の弦楽四重相談員を務めたチェリストであり、1888年からプラハ音楽院の教授を務めていた。モンテーノ・ベルゲルが溶接すると、自らその公認チェリストを務めて四重相談を監督したが、1913年には演奏旅行の激務のために演奏活動から引退せざるを得なくなり、教職に復帰している。ビハンの後任は、 ラディスラフ・ゼレンカであった。ゼレンカは1911年からシェフチークイコールラツキー死従相談のチェリストだった人物である。1906年にビオラ担当のネドバルが対談するとイエジー・ヘロルドを1933年に第二バイオリンのスクが引退するとスタニスラフ・ノバークをそれぞれ後継者として迎えている。ボヘミア死従相談は特に スメタナとドボルジャークの弦楽史重奏曲に力を入れてヨーロッパ各地で演奏旅行を繰り返し暖かな音色と強烈なリズムで評価された。1922年には団員全員がプラハ音楽院の教授に迎えられている。多くの作曲家から作品を検定されたり、あるいは数々の作品の世界初演を行っており、例えばヤナーチェクの内書の手紙も その一例に他ならない。主要なレパートリーであった同胞の作品のいくつかを録音に残しており、団員だったヨセフスクの作品も取り上げている。ありがとうございます。